ようございます、ありがとうございますありがとうございます、昨日コメントありがとうございました。おはようございます、おはようございます。今日は日曜日ですね。皆様お休みなんでしょうか。おはようございます、ありがとうございます。今日はなんか曇ってるんですけど、でも天気予報を見ると27度になるって言ってますね。えだから日本もね、場所によっていろいろで、この間北海道のお友達がめちゃくちゃ寒い、2度か3度とか連休のあたりに言ってたので、やっぱり日本って狭いようで広いなとか思ったりしてました。おはようございます。では早速瞑想するピアニーノ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
終わりました。ありがとうございました。昨日ちょっと黒歌取りの話をしたら、いくつかコメントとかメッセージいただいて、なんか早速ウィキペディアで調べて黒歌取りの声聞いてみましたって言ってくださった方とかで、私もそれ見に行ったらやっぱり本当にああこの声だったっていう感じで、すごい長くね歌ってるのがあったんですけど、他にもねなんかメッセージくださった方がなんか野鳥のコラムかなんかのリンクを教えてくださってて、でなんかその方にそれ読んだら、英語でブラックバードっていうんだそうです。それでビートルズジョン・レノン、個人じゃなくてビートルズ、ビートルズで、ジョン・レノンがじゃないかも個人かもジョン・レノンが作詞してポール・マッカートニーが作曲したブラックバードっていう曲があるそうで、それがまさに、黒歌鳥のことを歌ってる歌なんですって。それでなんかすごい素敵な曲みたいでね、なんか曲の中でこの鳥は夜中にも鳴きますってジョン・レノンが歌ってるんだそうです。なのでちょっとそれもね探して聞いてみようかなと思ったんですけど、でそのコラムの中に書いてあったのがやっぱりねその英語にしちゃうとブラックバードってなんか味気ないけど
フランス語だとね、メルルっていうのかな、メルルノワールつけたりつけ、やっぱ同じような感じで、なんだけど黒歌鳥ってそのさりげなく名前の中に歌っていうのも入れちゃえる日本語ってすごいなと思って、そのやっぱこの日本語の名前の付け方がすごい秀逸っていう風に書いていたあったんですけど、本当にそうだなと思って、日本語って本当にきめ細かいんですよね。あの間のあのファなんていうのかな、こう白黒つけられないその間のこうファジーなところっていうか、そこをこう本当にグラデーションでちゃんとこうその言い回しであったり名詞の名前だったりあのでこうちゃんとこう感じていく日本人の感性って絶対なんかあの日本人として日本人に生まれてよかったなって思うところだと思うんですけど、それでこのメッセージいただいて、私早速ちょっと見たくな いつも見たくなった本を いつもよく見る本を今朝ちょっと見たくて出してきたので、ちょっとそれをご紹介すると、いろいろあるんだけど、色の手帳っていう本で、それであのこれはすごい古い本だけど、多分、ま、今もっと良くなってるんだろうけど、本当にあの 色がずっとこういう風に色見本みたいに書いてあるんだけど、その一個一個に名前がついてて、でそれさらにあのどういろんな説明があって、例えばあの源氏物語のここにこの色の名前が出てきますとかいうことまで書いてあって、パラッとめくってとか見るだけでもなんてたくさんの名前があるんだっていうのと、全部の名前が色の名前が超かっこいいんですよ。例えば今だと緑だけでもうどれだけあるんだっていう色があって、でその名前が本当にこう、例えばなんだろう、苔色とか草色、萌木色、若草色、苗色、若葉色、柳色、裏葉色、松葉色、若緑、朝緑とかね、山鳩色ってどんなのって、わさび色とかね、翡翠みたいのもあるし、若竹色、青竹色とか言って、青磁とかちょっと青が入ってくるとかで、そのこれってやっぱり日本の自然がきめ細やかっていうこともあるんだろうなと思って、あ例えばね、ネパールなんかの、 あの激しいと思う対極の、本当にこの気候によるんでしょ、気候とあとその土地の、 あの土地のその風土、あの湿度とかいろんなことによってこんなにきめ細かく1年にわたって四季にわたってあのもうめくるめく自然を毎日見てるから、こういう名前をつけたくなってくるんだろうなと思って、あのやっぱり日本人の感性なんだろうなと思って、であとその漢字とか、そのなんなん漢字がなくても音だけでも、なんか例えば黒歌鳥って聞くとなんか情景とかなんか情感があって、記号っぽくないっていうか、ちゃんとうまく言えない、やっぱり外国語ってアルファベットだけってこともあるけど、ちょっと記号的な感じがするけど、日本語ってすごいなって、その黒歌鳥からまたあの新たに思いました。でこの本って他にも、なんかそうしたらなんか、これはなんか私 あのネイルやってくれるゆりちゃんってお友達、確かその子に教えてもらったんじゃない、違ってたらごめん、やっぱりこれはもうちょっと最近の日本の色辞典で、やっぱりあのもっとね、例えばこのこういう絵画に使われてますとか具体例があって面白い。あとなんか今日色の日になっちゃったけど、これは一番最近、ちょっともうこの話はまた後
あと明日にしようかなと思うけど、これはなんか南雲先生っていうあのデジタルハリウッドで習った色の先生の美しい日本の言葉と配色っていう本で、これがまたすごい面白くて、例えばおキャンとかね、おキャンっていう色はこんな感じとか、あの糸お菓子とか、お菓子っていう言葉のはこういう配色とか、そういうなんか日本ならではの本とかすごい大好きなんですけどね。あのこの本で最近別用途で役に立ったのが、なんか父が時代小説を読んでて、ある武士が裏地に浅黄色の裏地って書いてあって、で浅黄色ってどんな色だって聞いてきて、それでそれをなんかここから探して、あーこんな色なんだ、意外と派手な色なんだなんて言って調べて、そしたらなんかその色はどうもその時代背景からして、その話の流れからしておしゃれというか、ちょっと田舎侍が背伸びしてかっこつけたい時にやる色らしいとか、そういうことが分かってきたりして、なんかちょっと面白かったりしたことがありました。ということで、今日は、この辺で、なんかどんどん長くなってきちゃったこの頃っていうのと、ちょっと私は今日は7時20分からこんな早くからズームのちょっと朝会がありまして、皆さん朝活すごいということで、ちょっとそちらに参加したいので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ明日ちょっとこの色の話続きするかもとかという感じで、今日は日曜日ですね。で、もしかしたら木金とお休み取って大型連休だったかもしれません方もいらっしゃるかもしれませんが、日曜日素敵な一日にしていきましょう。じゃあ今日も頑張っていきましょう。ありがとうございました。では素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に。ありがとうございます。